歪ますのかよ。なんだよ。なんでいいよ、歪ませなくていいよ。フリーでいいよ。ダメ。はいよ。分かった。で、さっきの G のブルースをよろしくやってください。大丈夫だよ。大丈夫大丈夫。始めちゃえば平気です。テーマなしなし。テーマない。テーマないです。イエーイ。
最高でそうだね。前向かなきゃダメだよね。宗教。はい、お疲れ様でした。はい、あ、素晴らしい素晴らしい。もう全然弾けてますよ。大丈夫だよ。ゴーゴーゴー大丈夫。うん。ゆきのやってくれるかな。ゆきの。うん。みのりくんやってくるのかな。うん、子供。うん。ドラムいいよ。ドラム。みのりくんやってくれ、大丈夫、いいんだよ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 。マイク、ボーカルマイクってありますか？ボーカルマイクってあります？志麻さんの前のマイクを使うんだって。どうぞ、皆さん、はい、どうぞ、うん、やって、よろしく。次でもギターやる。俺やんない、やんない。マキタやるやん。マキタやる、マキタ、うまい人、マキタ。3人、3人欲しいじゃん。あと、ボトルネックの一人とか。ボトルネックやる人いない。ボトルネックなんかいねえよ、お前。嘘。俺んとこボトルネックなんかやるやついねえよ、そんなの。すいません。うん。でもギターもう一本いてもいいのに。え？何？ギターもう一本いてもいいのに。あ、そうなの？じゃあ、俺は…俺たちボトルネックしないもん。で、純ちゃんボトルネックダメ？純ちゃんボトルネックやんの？あるかな？あ、そうか、なんか斉藤くん、ビンで、あ、そうか、河野くんが、さすがだね。ボトルネックやってくれって。はい。あ、そうです。こんにちは、鈴木先生、おめでとうございます。40周年、はいはい、俺のビールってどれだっけ？それだっけ？ごめんごめんごめん。それでね、あのね、ゆきの、わかったわかった、ゆきの、はい、どうぞ。息子さんで、みのりくんです。みのりです、息子です。で、みのりくんはね、一応言っていいですか、彼のお父さんはダメだっていいじゃん。うるさいな。あのね、ベルサイユのバラだよな。あのね、いいよね。あのね、違う違う違う、そうじゃなくて、それはいいんだよ、置いといて。うるさいうるさいうるさい。それで、それでね、あの専属に行ってて、純の生徒だった。あ、そうそう、純ちゃんの生徒でした。うん、そこが面白いな、しまちゃん。あれ、何この、いや、ほら、二人同じ顔してるでしょ、ここ。してる、してる、しょうがないじゃん、してるんだから。いいじゃん、バカ野郎。これもバラだ。そう、ゆきの、うん、そう、ゆきのくんの、あ、なるほど、はい、いいの、レッド、大丈夫でしょ、二人で、いいよね。すごい、そう、あ、シマ持ってきた、ちゃんと準備してきたんじゃないの？お前、老眼なんかかけてんじゃないよ、お前。すごいね、老眼なんかかけてんじゃないよ。いらないよ、なんでそんなのかけてんの？俺違うもん、俺が、うるせえな、お前。鈴木先生、ぜひ先生も一緒に弾いてほしい。先生に弾いてほしいと、あの孫のようなもんで。そうだ、先生、先生、先生、これ おめでとう。あ、本当？何？何なんか、何プレゼント、おめでとう。あ、後で開けんね、じゃん。ありがとう、すいません。で、いいじゃん、とりあえずやんなよ。時間ないんだよね。とりあえずやって。それで後でやるとまたやる。はい、じゃあ、まあ、はい、よろしく。はい、アンの時のアンサンブルで教わりました、鈴木先生に。ありがとうございます。はい、ギターじゃないです、歌しか歌えないんで。じゃあ今日は、私は今ブルースしか歌ってないので、ね、ちょっとロック歌います。ゆきのね、どうでもいいけど歌いたいって言ってくるのね、遅いよ、お前。だって、だからもう始まるからさ、はい、そうだね、もう始まるんだよね。ごめんごめん、いい、ね、真剣なんだ、やめてくれる、ね、真剣に譜面読むのやめてくれる。そこでやってて、あ、そう、いや、やってて、でね、あの、じゃあ、芝居はね、譜面読めないよ、譜面読めないよ。実は踏み読めないんだよ。じゃあ言っても同じだよ、言っても同じ、同じ、やった方が早いよ。もういいよ、そんなどうでもよ。 D に行くときはやらない、平気だよ。あの、最後はやっとコード違ったって歌えんだろ、ゆきのは。 D に行くときはないです。
昔コード違ってて歌ってたじゃないかお前らよ平気でよバカ。ビリに行くときには私は最後もラスト。ゆきなさん、ゆきなさん、もうスタートしてください。はい、はい、お願いします。はい、行きまーす。ロックステディー、ヘイロー。That you treat you like a woman you are. Cause little boy, I just fall in a rap with your heart. What you gonna do? I don't know the world, boy. You need a rock, not a rolling stone. Oh, what a boy, I am it out. You need Get ready, oh yeah, rock steady all night long.
い、素晴らしい。私のあ、まあ、これからやるんだよね、まだね、いろいろね、防衛をねやっててくれた堀内君っていうのがいて、それで今度なんだっけ、あ、堀内さん、あの堀内です、先生おめでとうございます。小原君、あ、みのり君も、もうみのり君は仕事してんだっけ、やりたい、あ、いいよ、じゃあやってやって、やって、叩いて叩いて、お願いします。で、うん、で、みんなやっててもらって適当に帰るから、ね、適当なところで帰るから、それ俺さんあと頑張ってやってどこで歌えばいいか、あ、そう、ボーカルどれ、これだって、センターでいいよ、センターで、センターでいいか、あ、すいません、ありがとうございます。小野ちゃんがね、小野寺くんがね、小野寺くんは去年まで来てくれたんだよ、ライブ、うん、違うな、やっぱりな、お金使ってる人は違うと思うよ、やっぱり、よくよくでほら、この聞いてない感じすごいでしょ、昔からそうだもん、授業で誰も俺の話聞いてないってそういう授業だった、聞いてましたよ、聞いてた、うん、本当聞いてた、ありがとう。小原君はあれなんだよね、俺の生徒さんじゃないんだよね、あなたはほらなんかでグランプリ取ってさ、アンサンブルで、うん、一緒にやってたんですよね、だけどあなたは普通の授業じゃなかったよね、そうです、そうです、違うよね、特別な人、うん、特別な人だったよね、はい、うん、歌うまかったから大丈夫だよ、うん、歌うまいなと思ったのはもう小原くんだけだったの。じゃあ、じゃあ、ゆかりは可愛いじゃんかよ、お前はよ。ゆかりは可愛いんだよ。うん、染めはうるせんだよ、いちいち。ギャー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 。俺と同じだから嫌なんだよ。自分と同じやつ。そうですよ、分かってるよ。うるせえな、お前。ん？いちいち言うね、もうガタ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 。いいよ、わかんなくてってなんだよ、それよ、いいよ、わかんなくてって、まあでも先生、ちょっとだけスピーチさせてください、どうぞ。先生、本当に40周年おめでとうございます。ありがとうございます。当時ギター科の皆さんと、まあ、ギター科で、音楽学校でやってた皆さんと、我々実はこの辺に陣取ってるのがボーカル科の生徒だったんですね。で、私たち の, 先生は今、まあ、ゴスペルで有名な亀渕ゆか先生という。小原君もあれなの、はい、亀渕さんの生徒なの。そうなんですよ。あ、いや、そうだけど、だって他にいるべ。あ、いないんだ、亀渕さんだけなの。そうなんですよ。俺でそれで、うん、当時、まあ、ボーカル科 の, その発表会っていうのもあったんですけども、それとは別にまたアンサンブルでギター科の人たちとこう交流があってということで、でいろいろやってるうちに、まあ、いろいろこうなんか演奏したり、あんな曲をやろうみたいなことで、スタジオでもやってましたし、それから、六本木のピットインなんかでも共演したことがあったんですよ ね, ね、潰れちゃったもんね。で、当時ジョージ・デュークなんかが来日して、握手したりとかいろいろありましたよね。まあちょっと話長くなるとあれですけど、いや、そう、いえいえ、もう本当楽しかった、うん、もう最高に楽しかった時代だったんです。そうですね、あれはね、あれをまた再現して、今日はちょっとお祭り気分でいきたいと思います。その通りです、皆さんよろしくお願いします。そうです、はい、お願いします。大寺氏の紹介しなくていいの？いいよって言うなよ。はい。そのベル、ダメだよ、これあげないよ。これはだって俺専用のって、星さんからもらってんだよ。俺にハンディマイク持たせると一番危険だって知らなかったでしょ。本当は。本当はマイクでやりたかったんだけど、声でかいから入れなかったんだよ。授業もだってマイクでやってる先生っていたんだよ。はい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 。それでそれで小原とあとベース小野寺、そうだね。
あの当時アンサンブルのレッスン取っててね、うちらね。それでその時小原もボーカルで、あと俺がギターで、あと小野寺がベースだったんだよね。うん、まあこういう集まりなんでね、ぜひ一緒に混ざろうってことで、はい、まあ小原が出してきた曲を一緒にじゃあやろうかと、そんな感じになっておりますんで、かなり本人も 何十年ぶり30年だってさ、イエーイ、温かい目で言われてあまりこういうことって緊張したよな。じゃあやってみようよ、うん、はい、うん、やってみてください。いただきます。しまいば緑。